スタニスラフ・オレクサンドロビチ・モロゾフは、ウクライナの元フィギュアスケート選手。2000年世界ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。2002年ソルトレイクシティオリンピック、2006年トリノオリンピック、2010年バンクーバーオリンピックウクライナ代表。パートナーは、タチアナ・ボロソジャル、アリオナ・サフチェンコなど。ウクライナ語ンに基づけば、スタニスラー・オレクサンドロビチ・モローゾフが、 より適当であるが、本校では日本語メディアで多く使用されるカナ表記を用いている。エカテリンブルクに生まれ、4歳頃からスケートを始めた。ジュニア時代の初期に、エレーナ・ベルソフスカヤとペアを組み、1997年、カール・シェーファー・メモリアルで優勝するがほどなく、解散、1998年よりアリオナ、サフチェンコとペア結成した。 1999から2000シーズンから ISU ジュニアグランプリに出場。初出場ながら JGP ファイナルで優勝。世界ジュニア選手権でも優勝を果たした。また、シニアクラスの欧州選手権及び ISU グランプリシリーズにも出場し、ウクライナ選手権ではシニアクラスで優勝を飾った。翌2000から2001シーズンからシニアクラスに完全移行したが、 各大会で入賞はあったものの、メダル獲得までには至らなかった。2002年ソルトレークシティオリンピックに出場し15位。シーズン終了後に、ペアは解散し、一時競技から引退する。2004年、タチアナ・ボロソジャルとペアを結成し、競技会への復帰を果たした。2005年、冬季ユニバーシアード競技会で2位。2005年、欧州選手権では5位入賞となった。 トリノオリンピックを控えた2005から2006シーズン、カール・シェーファー・メモリアルで優勝し、トリノオリンピック出場資格を得たが、2005年11月、練習中に、スタニスラフ・モロゾフ自身の怪我のため、ISU グランプリシリーズへの出場は見送られた。怪我を受けのトリノオリンピックでは12位、世界選手権では10位に終わる。2007から2008シーズン、 初戦のエリック・ボンパール杯では5位となり、NHK 杯では SP で2位と、ースタートを切ったが、FS ではミスが目立ち総合で4位に終わった。欧州選手権では SP を終え3位につけていたものの、FS で逆転を許し総合4位、メダル獲得はならなかった。バンクーバーオリンピックでは8位となり、これを最後に現役引退を表明した。現在はロシアで、 元パートナーのボロソジャルとトランコフのペアのコーチとして活動している。ありがとうございます。